ちょっとね、うちのおかんが住みたいとこがあるって言うんやけど住みたいとこ、うん、それいいね。おかんに住みたい場所聞いてんねやけど名前が出てこんのや。おお、なんか新幹線で行ったらしいんや。え、分からへんの。それでおお、ほなね、俺が糸ちゃんのおかんが住みたい場所の名前を考えてあげるから、うん、ちょっとどんな特徴を言われてたか教えてみてよ。うんうん、なんかコスモスがたくさんあったらしいんだけどコスモス言うたら日用品まで売ってあるコンビニみたいな薬局やろ。うん、とにかく駅前がコスモスだらけらしいんや。いや、その特徴からすると中川市やで。それ中川市しかないわ。いや、なんか市長がいい男や言うとったんよ。そうか、そりゃ中川市と違うな怒られるわ怒られるわ。これは行かれたんですね。いや、これはまだ行ってない。これはだけ3月の、あれ何日やった？3月10日。あ、10日の方か、うん、3月10日のミルクボーイがですね、ミリカローデンに来られますんで、まだチケットが若干余ってるかもしれない、ね、ですね。で、行っていただきたいなと思うことで、ちょっとミルクボーイさんのネタをね、うん、使わせていただきました。ちゃんとしたのがちゃんと聞けると、見れると。そうそうそう、こんなねコスモスいじらないね、いじれるという話がきます。まあ、それを記念してですね、はい、ハイブリッド、ハイブリッド。じゃあ雑じゃない方いきますよ。うん、どうぞ。第1問。一瞬で過ぎ去ってったな。なんか特徴あったね最初。あーん、あーんって言ったよ。誰の声で、あつみがちょっとあーみたいな。いや、でも多分違います。でもタイトル出てこないし。トムキャットじゃないよね。北斗の拳歌っとったぞ。ちょっと難しいなこれ。せめてなんかヒントください。ヒントあります？本当だよ。玉置浩二からの玉置浩二からの田園 X。ああ、もう X ジャパンかな、この時は。ああ、なんか田園で合ってんの？なんかこんな感じやったね。ああやったね。確か言われてみれば、うん、合ってます。エンジョイ、エンコード、エンタメ、エンドレス。エンドレス。ラブ。ラブ。さあどうぞ。近い。違うな。違う。いやいや、近いよ。近い近い。最後が違う。あ、ラブじゃないよ。ラブじゃない。ラブじゃない。ほらほら。なんか今ちょっと外が。あ、分かった。じゃあ丸さんどうぞ。田園からのエンドレスレイン。よっしゃ来た。からのっちゅうかちゃんとつなげればいいの。クイズの趣旨分かってない。あなたがハイブリッドを言うと思うの。全然ハイブリッドされてないから。田園エンドレスレイン。そうそう。ありがとうございます。正解。第2問。うん、タイトルも長い。お、分かっとるやん。小泉今日子。お、来た。1曲目キョンキョン。一曲目は和田っ子や。お、分かってるやん。じゃあもういきなりハイブリッドンで答えてください。ちょっと待って、ちょっと待って。うん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 、曲名が出てこんたい。ちょっと待ってよ。サビで歌うよ、アッコが、うん。もうこれで、ね、何回紅白出たかって感じですよね。あなたに会えてよかった。キョンキョンね。アッコはなんか鳴らすでしょう。ああ。わかりました。わかりました。いきます。はい。あの鐘を鳴らすのはあなたに会えてよかった。よっしゃ、今日は気持ちいい。ポイント溜まったよ。2問連続だね。本当や。ちょっと1問目怪しかったけど。怪しかったね。ありがとうございます。うん、では、エキセントリック中が発車します。出発。進行。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。愉快なアキンの仲間と一緒に西畑のカフェクローバーより中市レディオシンジケートに乗せて30分間グダグダお伝えしています。そ
キョンキョンなあなたに お届けいたします。ではご挨拶を。こんにちは。こんにちは。最近練習してるのは千秋直美の喝采。あー、いいね。というメオさんです。カラオケ行きてえな。あ、俺今日飲み終わった後ティアモに行くかもしれないどうでもいい話だけど。ティアモって何？今日飲みがあると。そう、あの役員会が、うん、すいません、酔ったね。まあカラオケ歌いたいですけど、今日が3月の7日だよね。丸さん、あって。そうだよ、3月7日の有名人が、まあ、やっぱ、おお懐かしいっていう人の方がピンかもしれないから、ね、うん、お願いします。これ懐かしいよ。王李恵。ああ。おお懐かしい。出る。王李恵。今土下座になったと。王監督の娘さんでしょ。一時期テレビ出よったよ、ね。うん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 。なんか誰かと熱愛みたいにならなかった。あ、分からへん。覚えてない。なんだっけ、アナウンサーだっけ。レポーターに。なんだっけ。どんな役どころでしたっけ。女優さんではなかったですよね。どっか行っちゃった。うんうん。そう、それが目についたんで、もうちょっとそれ以外入ってこんくなって、うん、どっか行っちゃったいや、王李恵さん、なんか誰かと熱愛で結婚して破綻。ちょっとまた調べておきますね。よろしくお願いします。頑張っていきたいと思います、はい、伊藤ちゃんです。ですね、あの外猫ちゃん、先週ちょっと外猫ちゃんの話ちらっとしたんですけど、あのうちに外猫3匹いたんですけど、1匹突然失踪しまして。おらんだった。でその子とすごく仲良くてずっと四六時中一緒にいた子が、あのちょっとだけちょっと保護しまして、まあ、周りに他のオス猫が集まってきたっていうのもあったん で今家猫修行中なんですけど、はい、なんか あの写真が撮った黒猫ちゃん、うん、黒い、あ、可愛いな、あの子で、まあ、ちょっと次行き先も決まってまして。あ、行かれるんだ。でそれまでの間ちょっと家でね、あの慣れるように、もうほとんどもうでトイレもちゃんとできるし、うん、してたんですけど、ちょっとここのとこご飯の食べ具合が良くないかなっていうところでちょっと心配をしているあつみです。いや、千秋の海の喝采はね、やっぱりコロッケで歌ってほしいね。モノマネ、モノマネで袋つけて、袋つけて、いつもの4って顔が浮かんじゃうよね。この前でもね、さゆりでね、うん、あのカモメが飛んだ日を歌ったらね、うんうん、知らない人いっぱいその時おったんやけど、うんうん、めちゃめちゃ盛り上がったんですよ。あれ、渡辺真知子さん。そうなんや。いや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 。そうかそうか。何の話するんだっけ。あ、そうや。まあいいわ。もう何の話？すみません。頭の中迷子になりました。ね、丸さんです。てなわけでですね。てなわけ。てなわけでですね。あの猫ってさ、あ、猫ってって言っちゃいけないんだ。はい。猫がいなかったら今地球上にいる生物のうちの2割ぐらいはもっと増えてたらしいね。食べまくったんですかね。猫ってさ、狡猾じゃん。人間にあれだけすり寄ってさ、人間に守られながら虫だとか、いやいや、動物だとか殺しちゃうじゃん。地球の支配者は猫ですか。あ、そう、でもそう思います。地球の支配者は猫です、うん、人間は支配されてるんだよね。飼ってあげてるんじゃなくて、はいはい、で自分もそう思います、はい、ね、猫すげえなって思うんですよ。はい、だから我々少なくとももう猫王国の一員国民なので、はい、もう絶対王なので。そうなんだよな、はい、そう、あのこの前ね、あれ見たんですよ、あの鬼滅の刃、はい、まだほらテレビで会ってるじゃないですか。いや、土曜日ね、うん、何時から9時から11時半ぐらいまで40分までやってんだよ、うん、あれ、うん、息子がずっと見とってさ、うん、嫌になったんだけど、あれグロいね。やっぱり今見ると手首とか切れたまんまじゃん、上限さんとか、ん、まあ、上限の鬼か、まあ鬼ですからね。うん、もうただちょっとメジャーもの見てないんで。でも 血だらけよあれ、うん、だからちょっと遅い時間になってるんだと思いますけど。思いましたね。うん、あ、思い出しました。王李恵さん、王李恵さんの、あのもう結婚3回してて、ね、なかなか結婚不適合者らしいんですよ。なかなかです、ね、俺が何を覚えてたかっていうと、最初に結婚したね、本田医師っていうね、あ、お医者さんと結婚して婚約をしたんですよ。はいはい、婚約したの、ね、なんかドタバタありましたね。本田医師のそばの食べ方が気に入らないって婚約破棄になったんですよ。本当それをすごく覚えてて、私も覚えてる。なんかあったよなと思って。えぐいわ。
今オーリエ調べると本大師そばの食べ方で出てきたそれなんかあれ、ね、そうだカエル現象やだっけ、今出てるカエル現象ですね、現象、なるほどなるほど、うん、そんなことあったなと思って、あ、すっきりした。じゃあ今日は、はい、この4人でお送りいたします。エキセントリック中川、ご紹介ください。エキセントリックここだけの話、いやいやいやここだけ雑、もう4分ぐらい押してるからして、ま、マルさん、ま、じゃあじゃあじゃあたいきますね。まずね、これあの今日ね心理テストやります。ちょっと画面を後でね、はい、皆さんの方に上げてもらおうかなと思って。まためんどくせんだはい、何に見えますか。丸、まあ、そういうこと、選択肢から選ぶってこと。選択肢から丸、ちょっと見せてもらうか。コインに見える。直感的なもんじゃないですね、じっくり考える感じ。いやいや、もうパッと見て、いやだってそこ選択肢があるから、選択肢の中でどれかに当てはめろってことでしょ。そうつのそう言われれば満月に見えてくるけど、と指輪。俺も満月やな。あーねー、じゃあ満月のあなたは、答えちゃんと書いてある。あなたの空気読めると、1番コイン、あ、コインはいないね。空気読めると 90% を現実的な冷静な感覚を持っているタイプ、臨機応変に物事に対応する人です。 B 指輪、空気読めると 50% 読む、空気を読む気がない人。あなたは自分さえ良ければ人にどう思われると構わない、女王様、やりたいことをやってのける。ああ当たってるかも、うん、っていうかね、それね、元々の大きさどうなんですか。それコピーでしょ。コピー、それ大きさに俺左右されたけど、指輪にしちゃ大きいし、コインにしちゃ大きいし、なんか言い訳してますけど満月 C、 満月を選んだあなた、空気読めると 70%、 感性豊かなロマンティックなタイプ、天然ボケな発言をしたりする。違うかな。 D、 せんべい、空気読めると 30%、 あまり読めない人、どんなところでも言いたい放題、人の感情を無視する人って書いてありました、うん、せんべいにしたらちっちゃいし、うん、ちっちゃいだけそのそれに当てはまらない、こう架空的な大きさでね、まあ、出題者に問題ありと、ね、じゃあですね、第2問、第2問、じゃじゃんじゃじゃん、気になる数字は、はい、うん、みんないっぺんに言いましょうか、数字をアルファベット、数字を言いましょう、せーの、4、お、449、伊藤ちゃんとあつみんが読んで、みおさんが9、9、うん、これはね、あの抱えてる不安の正体、1番を選んだ人、ですね、対人関係、数字の1は個人を表し自分一人の世界を大切にするタイプで、4を選んだ人、失敗やミスへの恐れ、数字の4は何かが消滅したり崩壊してしまうことを恐れているっていうふうに書かれてますね。7、将来への不安、数字の7は幸運を示すナンバーですが、幸運は永遠に続くとは限らない。それから9番を選んだ人、他人からの評価、おお、そうか、誰かに好かれていないのではないかと不安になる、人間関係の複雑さって美穂さん書いてありますけど、当てんならね、なんかこじつけちゃうか配列にもよるし、効き目が右か左かとかで、どこが耳にいるかって気になるのって人によって違うじゃん。なんでそんな言うんだ、俺は7だったけどね。私単に推しキャラの数字が4だからポイって捨てられた第3問目、この図形は何に見えますか。お、選択肢は何があるんだ。選択肢は雲、綿あめ、カツラクション、うん、どう、そあ、そういうの、うん、そうね、パッと最初に思ったのは、うん、パッと思ったのは雲に見えたけど、うん、雲、俺も雲、あ、雲だらけじゃん、みんな、なんだよ。あなたにとっての要注意人物、注意すべきタイプは、だから注意しなきゃいけないんだね、こういう人にはね。雲、隠し事をする人、隠し事が多い人は不透明な動機や意図を秘めている可能性があり、それを信頼損なわれる、あ、それが信頼の損なわれる原因になります。綿あめ、自分に甘い人、注意すべきは自分に甘い人、自己管理を欠く可能性があり、それをが約束義務に対する責任感影響を及ぼす、うん、弱かな。 C、 カツラカツラ、嘘をつく人、不誠実な行動が周囲に悪影響を及ぼすってさ。で、クッション、楽をしたがる人、楽を求める傾向がある人は時に責任から逃れるから注意してください。あ、じゃあ最後ね、はい、
どの色注意しなきゃいけない。どの色が好き？好きな色。ちょっと色は悪いけど、黒、赤、青、ピンク。好きな色は、はい。その中、好きな色。好きな色ない、ないですか？まあこれちょっと色悪いからね、黒、赤、青、ピンクと思ってください。じゃあ一斉に言って、せーの。ピンク。青。赤と黒。黒もちょっと捨てがたいけど、どう好きかにもよるし、うん、これはね、あなたの三日坊主度が分かります。あ、そういうのいいやん。いいでしょ。本当、うん、黒は根性を示す色、あなたは目標に向かって着実に努力を続けるタイプ、三日坊主ではありません。お、休息を取るのも大切です。赤は情熱を示す色、時間が経過すると気持ちが薄れ三日坊主になる可能性があります。小さな目標を設定していてください。どっちなんですか。はい、で、で水色、ほいで水色やったっけ。水、青って言ったけどね。青だよね。一時的に集中し新しい習慣を維持するのが一時的に集中し新しい習慣を維持するのがちょっと難しい。自分へのご褒美などを考える。ピンク、情熱が薄いことを示す色、興味が他に移りやすい傾向があり、三日坊主で終わることが多いと書かれてもね。でね、俺そういうの思うのはね、うん、世の中の人みんながその4つに分類されるわけないと思うんですよ。極論言えばね、人間誰しも三日坊主的なとこあるよ。言い逃れ三昧じゃん。自分も三日坊主ですよ。どうせできやしねえしね、今までそうやって生きてきたし、うん、いいじゃないですか。いやいやいや、もう駅伝は何ですか、259回ですよ。続いてますね。別に私のおかげじゃない、皆さんのおかげでしょこれ。いや全員でですよ、うん、全員本当だよね。258回ってもうすぐ6年目に突入すんの。もう5年やってんの。50回で1年でしょ、だいたい52回で1年だよ。そういうことかね。そうだよ、びっくりしたよね、そんなやってんの。俺3年ぐらいの感覚だったけど。それはもう丸いや、まあだってコロナでどうする、リモートでとか言おったよ、ね、ってことはコロナ前からやってんだよ、うんうん、そうだね。さあ丸さん、じいさんになるはずは。ほんとだよ、70になったらやめよう。それまでやるんかいって、ね、反対にすげえなと思います。エキセントリック中川アツミンでございます。よろしくお願いします。はい、皆さんのポカンタイム、アツミンのおたかかつ、イエーイ。パフ、はい、あれパフ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 、目の前。あ、あったあった。今日はですね、まあ、今期見てるアニメの、まあ、今まだ終わってないんですけど、今まで見てる中での感想というか、面白いなと思ってハマったやつをちょっといくつか紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、ちょっと前にも、あの前回のオタ活でかな、なんかちょっと今期 見たいと思ってるアニメみたいな感じで紹介した中のもあれば、その時言わなかったのとかもあるんですけど、まずはあの姫様拷問の時間です。あ、なんか夜中にあるよってような気がする。違うか、はい。まあ、これはですね、あの魔王軍とあの国王軍でこう長く戦ってる中で、国王軍の姫が捕虜にとして捕まってしまいまして、でこの姫もただ姫、お姫様じゃなくて、国王軍 の第三騎士団の団長を やるぐらい、まあ、ちょっと活発なおてんばのお姫様なんですけど、その彼女がですね、魔王軍に捕らわれて、で、まあ、あの国王軍 の秘密を喋らせるために拷問を受けるんですよ、うんうん、でそう聞くとなんか、ちょっとかわいそうじゃないみたいな感じするけど、全然その拷問がですね、あの美味しそうな食べ物を目の前にこうちらつかせて、これが食べたかったら秘密を話せとか、すごい可愛い生き物とかを目の前にこう触りたかったら秘密を話せとか、ライトな拷問は何でしょうね。すごいね、あの魔王軍がすごいあのか可愛らしいんですけども、あの全然BS でやってるから見たんじゃない。見た見た。全然ね、ほのぼのとしてて安心して見てられるあの話なんですよ。でですね、あのそのアニメでやってるんで、当然声誰かがやってるんですけども、姫の声白石遥さん、うん、で X っていうあの聖剣、意志を持った聖剣、聖なる剣が、うん、あの一緒に捕らわれてて、で意志を持ってるんで、その
剣なんですけど喋るんですよ。でその X の声を小林千佳弘さんっていう、やお二人やってるんです。このお二人ゴールデンカムイのアシリパさんと杉本彩智のコンビなんですよね。でもうなんかもう息ぴったりで、すごくもう、もうゴールデンカムイ好きはもうニヤニヤしながら見ちゃうんですけど、まあそういった楽しみもあったりとかして、あとあの、まあ、国王軍の執事ので、まあ、ナレーションみたいな感じで声入ってくるんですけど、それはあの鶴見中尉をやられてたあの大塚芳忠さんも声出てるんで、もうほとんどゴールデンカムイじゃないとか思いながらニヤニヤしながら見ております。ニヤニヤしながら見るわ、はい、まあ、あのすごく面白いんでおすすめですね。そんな前チラッと見たような気がするんだけど、それとですね、流れ寄った、佐々木とピーちゃんっていうのがありまして、はい、これもこれちょっとあの異世界、いわゆる異世界ものなんですけども、うんうんうん、ですね、最初佐々木っていうあのサラリーマンがなんか癒しを求めてペットを飼おうかなと思って、でも犬猫ちょっと高いしちょっと飼えないんで、どうしようって見たらペットショップであの文鳥と出会うんですね。で文鳥は3000円ぐらいだったんで、それであのもっと買い求めてこう連れて帰るんですけど、うん、家帰ったらピーちゃん喋るんですよ。喋るんや。いきなり喋るんです。でもしかもちょっと偉そうに喋って。で、したらそうピーちゃんはあの実は異世界のあの大魔術師とか賢者様で、で向こうでちょっとあの向こうからの転生でこっちの世界に来てるっていう逆、いわゆる逆の感じで転生してきてて、であらなんかそういう展開なのかなと思って見てたらですね、そのピーちゃんあの大魔法使いなので、あの今度は佐々木を逆に向こうの世界に転生ってあの転移させることができて、あっち行っちゃうんですよ。であっち行ったりこっち現世に戻って現代の世界に戻ってきたりとか行き来できるタイプの異世界ものかなと思って見てて、でそれ当然こう行き来できるんで、こっちの世界にあるちょっとした便利グッズ、なんか100均で売ってるような こっちの世界で当たり前に便利に使ってるものとか、あっちの異世界にはないんで、うんうん、中世の頃みたいな感じの時代設定なんでないから、そういうのをこう買ってって向こうで売って向こうのお金を得て、でいずれは向こうでもうさあのサラリーマンなんで疲れてるんで、あっちでこうスローライフを、お金貯めたらスローライフしようと思って、そういう風のやってて、そういう系統の異世界ものかなって思って見てたら、今度は現世の方でですねなんかまた別の異能能力者みたいなのと出会ってですね、で佐々木思わずちょっとピーちゃんの力で、佐々木も魔法がちょっと若干使えるようになってくるんですけど、ちょっとあのピンチに なんか暴漢に襲われてる女性を助けたんですね。そしたらその人もう能力者で、能力を持っていて異能力者で、なんかあなた異能力者ねみたいな感じで言われて、でそうしたら急にこうバーってどっかに連絡し始めて、そしたら急展開で、あの異能力者はもう警察組織にすぐあのなんていうの登録をされて、で異能力者対異能力者のなんかそういったあの警察組織で働かなきゃいけなくなるっていうのが急にパーッと決まってしまって、サラリーマンから警察組織の人間になってしまったんですよ。え、警察もののバディものになるのこれ、スカウトされた、うん、って思って見てたら、今度は魔法少女とかが出てくるんですよ。もうで魔法少女はまた別のカテゴリーらしいんですよ。なんかそういうのってだから最初からそういう計画で原作したのか、原作途中でやっぱ方向が変わっていくのか、どっちなんやろね。これそういうなんかいろいろ盛り込む、なんかちょっと盛りだくさんすぎないって思いつつ、うん、まあでも異世界の方とももう取引始めちゃってるんで、異世界の方もやっぱそのまま突然こうバツッと取引切っちゃうのもあれなんで、あの異世界にも行くし、だけど異世界に行くっていうのはその警察組織には秘密なんですよ。ピーちゃんも秘密にしてるんですよ。あ、いやいやいや、あのもういろいろ話してもらってるんですけど、はい、おじいちゃんの脳みそは置いてきてもいいですもうなんかね、そうなんかもうっていう展開が面白くてですねすで佐々木の声はですね、かかあの杉田とんかつさんがやってて、杉田さんね、もう大好き声優さんなので面白いです。へそれとですね、いろいろ知ってんな。しかし前回ちょっと言ったのが、ですね、自動販売機のやつですか。いや、あのあこっちじゃない、何でしょう、自販機はもう終わりました。あ、終わったんだ、はい、自販機はでもまたやってほしいんですけど、うん、これ最あ読み込みできない、最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。
ちょっとタイトルだけ言ったと思うんですけど全然覚えてないあの小さい女の子がですね、そのそこの世界、すごいあの転生とかじゃなく、あ、それも転生ものか、その 最弱テーマの主人公女の子は前世の記憶があるんですよ。でもそれでも誰がどうでどういう風に生まれ変わってとかっていうのは別にこう明らかにはなってないんですけど、あのそこの異世界のそっちの世界はなんか生まれ持ったあの才能みたいなのがあって、それに対しその才能をなんかな8歳かなんか7歳か8歳ぐらいの時に教会で占ってもらって、 あなたは何々の星がいくつですみたいな感じでこう言われたら、それの能力を生かした職業に就くみたいな。で星いくつって言ったらもう星っていうのはもうその能力、ま、町明しか思い出せない星が多いほどその能力値が高いんですよね。でただそれはもうあのどんだけ仕事を頑張ろうが修行をしようがその星の数っていうのは固定で変わらないっていう世界観なんですよ。でその主人公の子はじゃあどんだけ頑張っても上に上がれたりはしないわけだ、うん、ないけども、うん、やっぱりその持ってる才能に合わせた職業に就くっていうような、そういったあの世界 で主人公の子はなんと星がゼロっていう風に言われてしまって、でテあの能力はあのテイマーっていうあの魔物を刺激することができるっていう能力なんですけど、でもそれの星がゼロだからっていうこと でそれが星がゼロのものが出たっていうのがすごく縁起が悪いっていう風に言われて、でもこんなやつは村に置いとけないって言って、あの村人みんなでも親もですね、親兄弟もお前なんか出てけって言って幼い女の子を追い出しちゃうんですよ。で最初のスタートがすごいなんかもう見てて気分悪くなるような、なんだこいつらって思っちゃうような始まりだったんですけど、まあ、ちょっと追い出されて命も狙われるような感じになって、で逃げだ村からに自分の生まれ育った村から逃げ出して、であの占い師さん、その村にいた占い師さんはだけすごく優しくしてくれて、いろいろあのしばらくは村の近くでその占い師さんに面倒を見てもらいながら隠れて住んでたんですけど、占い師さんがちょっとやっぱり亡くなられて、うん、でその前にあの自分がいなくなったらあのこうこうこうってあっちの王都の横の村を町を目指しなさいみたいな感じで言われて、であの旅を始めるんですけど、その後出会う人たちは皆さん親切で、でその子素性がバレたら後から村から追っての追手にも追われて、素性がバレたらまた殺されちゃうかもしれないんで、あの女の子じゃなくて男の子としてあの旅をしようと、で髪の毛を切って、で男の子のこうなるべく低い声を出したりとかして男の子っぽく振る舞ってながらなあの旅をしていくんですけど、まあ、でもその後出会う人たちみんないい人たちで、でなんかあのみんなそのけなげに頑張って旅、幼いのに旅をしてる子をみんなしてこう支えてくれるんですよね、出会う人出会う人で。最初の始まりがあまりにもクソだったんで、どうなんだろうと思って見てる側もちょっとこうハラハラしながら見てたんですけど、その後は結構割とほのぼの系な物語らしく、なんかあとは安心して見てられるのかなっていう展開で、あのすごく可愛らしいのでちょっとハマってます。リボンの騎士？リボンの騎士とは違いますね。お姫様とかじゃないんで。あ、違うんだ。はい。で割となんか能力固定で持って生まれたものからそっからあのどんだけ頑張っても強くなりませんよみたいな設定は他にもあって、なんか俺だけレベルアップな剣みっていうやつの能力、それはちょっとまた割とえぐいんですけど、最初はそういう世界で能力も持ってる人と持ってない人がいて、でやっぱりなんか変な魔物みたいなの迷宮とか出てくるんで、その能力持ってる人はなんかそうハンターっていうのになって、その戦わなくちゃどんどんこう行かなくちゃいけない立場の人になるんですけど、でも持って生まれてる能力値っていうのはみんなレベル上がらないんですよ。だからすごい S 級とかっていう人はすごいんだけど、なんか B 級とか C 級とかっていう人たちはなんかやっぱやられちゃったりとかしながら、なんかそういう世界なんだけど、主人公だけ頑張れば頑張るほど能力上がってくって、レベルが上がってくっていうやつで、それももう、まあ、うっすら見てます、うん、うっすらの意味がよくわかりませんけど、そうなんだ、はい、なんかそういう設定とかも今いろいろありますね、はい、どうですか伊藤ちゃん。いやーもうザ・オタ活今日は結構走っとったな。かなりポカーンとしてる。あの見てもらえばもうすぐ分かると思うんで転生しまくるんやね。だいたい転生もの見ることが多いです。 あとロボットものね、バーンプレイバーンが面白いですまたそれもちょっと語りたいんですけど、またちょっとジャンルが違うんで、バーンプレイバーン、
いやなんかすげえな、バンブレンバーンなんか転がってちゃうバンブレンバーンなんとかゴミ拾いとか長いんだよね本当だよ。 あとあれ望まぬ不死の冒険者も面白いです。本当ですか？もう置いてきぼり食っちゃった俺覚えてこいよ、望まぬ のぞぼうよ、のぞぼう。なんかね冒険者がねあのちょ途中で死んじゃってね、終点、終点の駅に置いてきぼりだよそれではまた次週お会いしましょう。